マジハメ、今のハメハメですわ。 Here comes a new challenger. Please select your character. さあ続きまして第4戦目となります。ワンピー側スタク響き、スーピー側ニュームライザーなんです。The wheel of fate is turning. Level 1. Action. これでもどうするんだろうな。まあ短距離だったら別にね。ミドル抜ける。挑戦だってが、響きはある以上はまあまあって感じなんですけど。楽しませよ。怖いですよ。ここでならやばいの。まあどのキャラクターだからあれに変わんない。これさあればね、そういう空中レベルが空中でから空中判定なんで、エアジャンプで一応始まりレベルっていうのはありますが。ただまあただそれだけなんだよな。有利になる要素は一個もない。さあ三振から並びがコンボを決めていく。いやー厳しい。エランコンペ一本練習したのはイザナミ。さあ遠距離合戦、苦しいカウンターだがちょっと拾えない。高すぎてもね、拾えばリターンでかいんでしょうけどね。カウンターは高すぎてもう逆に実装さねえよみたいなことがあったりとか。死ぬ楽しみ。さあ、低空クーラー、低空ジャスクーラーです。ミラーを砕き、どうする 6DDB はガード。ジャスカウンター、しっかり位置入れ替える。さあ、ハイジャンプ D になってますから。さあ、なんとはこのラウンドを取っていきたい響きだが、なになに今裏毛裏毛したのはイザナミ。さあ、やりたいだけっぽいですけど、アストラル、あー、キャプテンみたいな、これ、怖っ。ちっちゃい子泣いちゃうよ。結構怖いと思うんですけど。さあ、イザナミが4連勝。あーっと厳しい。なんとか一矢報いたい鈴鹿く響き。第5戦目スーダキビキとユームライザナミとなります。よく C に 6A どういうことみたいな髪やがってますか。上へ解放して、しかも 6A 対決。さあ取って上へ投げ、あーしっかりここ完走してくる。さあ、わがらせリーチとなります。
男子 OD。 しかし遠いのか、やはり緑が逆指届かない。おー、うまい。今の俺も大好きで、立ち絵レッスン必殺ムーブです。立ち絵 DB と立ち絵レッスンだけで装備ヒット生まれてる。さあ、4ピートして次はありません。つなげや、すぐ起きる。キレイさんシーラがそこもしっかりガードして、別荘というか飛びを勝利。さあ、ちょっとテンパってしまってゲージを使ってしまったと響き、もったいないが、ただここはどういきたい。おいおい、おおはしたー。ここでアテミー、お前ジャムピバが来てんじゃねえよと言わんばかりのアテミーが来て、ドババーと今バーフですよ。飛びましたが、いいよね。やっぱあの技振ってかないで、ね、技振るんだったら。さあ、だがしかしファイナルラウンドは苦しい状態になっている。イビキ、この技強いよ。これ回収して何さあ、すげえ高いところで立て張って、あーカウンターだ。中身に拾えてしまう。さあ、響き苦しい。このキャラよと、さあ最後はファンネルが飛んできて追えずということで、3組目鈴拓響き対ユームライザナミは0-5でユームライザナミの勝利となりました。お疲れ様でした。